それではアキュスイング6を投球します。それではアキュスイング6を投球したコメントをいたします。今回発売のアキュスイング6は前作のアキュスイング5と同じ DMI コアを使用しております。カバーストックは5の走り系のカバーストックより今回はキャッチ力の強いカバーストックに変更となっております。投球した感覚もキャッチしながら走り、そしてバックエンドもねじれ感の強い曲がりが特徴だと思います。ぜひ皆様もピンアクションの良いアキュスイング6をお試しください。